大津通は愛知県名古屋市中心部を南北に貫く目抜き通り、厚田区内田橋から北区上見通しまでの約9キロメートルを指す。もともと海につながる通りとしてこの名前が付き、名古屋市により公式な道路の愛称としても定められている。中心部の名古屋市役所前から八幡町交差点までの区間で名古屋祭りの郷土英傑行列が通行することでも知られている。 歩行者天国の休日の大津通り正式名は、起点内田橋交差点から、天馬町交差点までが、愛知県道225号名古屋東、港線、厚田駅前交差点までが、愛知県道226号厚田停車場天馬線、上前津交差点までが、名古屋市道南大津町線、大津橋交差点までが、名古屋市道大津通り、城北京南方までが、名古屋市道大津橋、 城北新町線、白見東市二丁目交差点までの残る区間が、名古屋市道大津町線第1号及び、七夕小窓町第3号線である。1984年に、名古屋市が市内の道路の愛称を公募した際に、従来から用いられていた通称をそのまま道路の愛称として制定した。東西を貫く広小路通りと並び、名古屋の地理を説明する際によく使われる。なお、 広小路通りとの交差点が、境交差点である。この境交差点から幡町交差点までの約700メートルの区間には、名古屋パルコ、松坂屋、ラシック、三越、スカイルなどの百貨店や、大型商業施設、海外有名ブランドの直営店などが密集し、国内有数の高級専門店街を形成している。幡町交差点から、若宮大通を越えると、 いわゆる大津エリアに入る。名古屋城、愛知県庁付近を除いて、この道路の直下には地下鉄は通っていない。これは地下鉄建設時に大津橋以南の大津通りへを名古屋市電が走っていたことに関係する。名古屋市営地下鉄名城線は近くに並行する、久屋台通、全津通りの下を通っている。ただし、現在でも大津通りは、 全線にわたって市バスが走るバス路線となっている。西木通りを打つ交差点から名古屋城方面を望む。百貨店などのショッピングビルが多い栄、交差点以南に比べて、この辺りはオフィスビルが多い。大津橋交差点より北を望む。ありがとうございます。